香川学習センター、自動車の環境技術と安全技術を担当します鈴木と申します。それでは、事業内容について紹介していきます。今ですね、自動車の分野では100年に一度のイノベーションと言われています。例えば100年前に馬車を使って車を引っ張っていた。これが自動車に変わって、今自動運転車に変わろうとしつつあります。この事業では主に例えば、ガソリン車から電気駆動に変わる環境面での話、それからドライバー自身から AI に変わっていく、このあたりに重点を置いて紹介をしていきたいと思います。で、例えば環境に関しては EV、それからハイブリッド車両、それも大事なんですけれども、工場から排出される CO2、それから再生エネルギーを使った H2、最終的にカーボンニュートラルになるような燃料の話、それから今、香川大学で進めている自動運転車両をメタバース空間で、実装した場合にですね、どの程度街全体で事故が減るか、そういったシミュレーション技術、これについても紹介していきたいと思います。